あっちゃんが AKB 卒業ということで、今日はあっちゃん風メイクに挑戦してみたいと思います。まずエルガーラさんのベイビーベースクリームで毛穴の気になるところを塗っていきます。次にベイビームースクリームで下地を塗っていきます。ムース状なので少しでも広がりがよくて、とてもよく馴染みやすいクリームになっています。次に BB クリームについていたコンシーラーでクマを隠していきます。次にレブロンのアクアミネラルメイクアップ90番を使っていきます。ハケは資生堂の131のハケを使っていきます。90番は日本限定の色になっています。日本人に合わせた色になっているようで、見た目はちょっと暗めですけどちょうどいいです。次はエルガールさんのミネラルファンデーションパウダーを使っていきます。で、ケイトのデザイニングアイブロウ N で眉毛を描いていきます。17番のブラウンを使っていきます。アイシャドウはコーサルセンスで使ったパレットを使っていきます。まず下から2番目の色でアイホールを塗っていきます。次に一番下のゴールドで際に近いところを塗っていきます。一番上のシルバーを涙袋のところに塗っていきます。アイナーはアバンセのジョリージョリーリキッドアイライナーを使っていきます。あちゃんはアイメイクが濃くないので、中央から目尻の方へは細く、それより手前はまつげを埋めるような感じで描いていきます。ビューラーでまつげを上げていきます。マスカラはルアンのダイナミックフルボリュームマスカラを使っていきます。下まつげも塗りますが、下まつげを軽めに塗っていきます。アイメイクはこんな感じですね。ちょっと下がったのでまたビューラーをします。こちらはスターティアリーライナー、お母さんにもらった韓国コスメなので、どこのものかはちょっとわからないんですけども、チークはメイベリーンのピュアミネラルチーク4番のコーラルを使っていきます。チークをあまり濃く入れないで薄めに入れていきます。リップはイブサンローランのリップスニーズを使っていきます。シャンパンのものを使いました。以上で出来上がりです。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録してください。